さんには何を着せたらいいの？1日に何回くらいお着替えするの？赤ちゃんの肌着は何枚必要なの？など新生児肌着やベビーウェアに関するわからないこともありますよね。まずはじめに赤ちゃんに着せる肌着は肌に一番近い裾が短めの短肌着、その上に着せるフォンビ肌着または流し下着、新生児から長く使える普段着としてドレスオールがあります。赤ちゃんは新陳代謝が活発で汗っかきなので、こまめに肌着を変えてあげる必要があります。またミルクを吐き戻したり、おしっこやうんちで汚れたりするたびにお着替えをします。1日2回以上着替えさせるので、3日分を目安に短肌着、コンビ肌着をそれぞれ5枚から6枚用意しましょう。着替えは短肌着とコンビ肌着を同時に着替えるので、同じ枚数を用意するのがおすすめです。新生児肌着の詳細はマタニティスクール5分でわかるお着替え講座の動画をご覧ください。まずは着替えさせやすいように事前に準備をしておきます。基本的に新生児肌着は着心地や赤ちゃんのお肌への刺激を考えて縫い目を外側にしています。タグは肌に当たらないように作られています。一番下にドレスオール、次にコンビ肌着、肌に一番近いところに短肌着の順に重ねておきます。短肌着の袖をコンビ肌着の袖に通します。そしてドレスオールの袖に通します。両袖を通してください。準備ができたら赤ちゃんを肌着の上に寝かせます。首や腰が座っていないので、優しくゆったりと着替えさせてあげましょう。ママやパパが袖の外側から手を入れて赤ちゃんの手を迎えに行ってあげましょう。赤ちゃんの手を握った状態で袖を通します。腕を無理に引っ張らず、ゆっくり袖を通してあげてください。肌着にある内側の紐を結びます。お腹を締め付けないようにゆったりと結んであげてください。外側のスナップボタンを留めます。スナップはとても簡単で時短にもなります。初めてのママパパにもおすすめです。次にコンビ肌着にある内側の紐を結びます。こちらもお腹を締め付けないようにゆったりと結んであげてください。外側のスナップボタンを留めます。上と下の2箇所に寄ります。また下のスナップボタンを留めます。スナップボタンは真ん中と左右の3箇所にあります。ドレスオールのスナップボタンを上から留めます。ドレス仕様なのでおむつ替えに便利です。足の動きが活発になる 2,3 ヶ月頃からはこのように留めるとはだけないので、プレオールとして使えます。焦らず赤ちゃんに話しかけてあげながら、優しくゆったりと着替えさせてあげましょう。秋から冬にかけては1日の気温の変化が激しい時期、基本スタイルプラスドレスオールを着せてあげてください。肌着の素材は年間通じて伸縮性に優れたフライスか通気性の良いガーゼが主流。冬の寒い時期は厚手のキルト生地もおすすめ。ドレスオールは冬に備えて厚手を準備しておくと重宝します。寒い日には温度調節できるベストを重ねて保温力をアップさせましょう。お出かけの時にはおくるみ、バギーオールなどをプラス。シーズンで素材や袖丈も変えて赤ちゃんの毎日を快適にしましょう。今回ご紹介した肌着とベビーウェアは動画概要欄からご確認いただけます。